ポンとあったって、あの引き砂の三女もんな死んだと。そして今大王様のとこ行って大王様の裁判を受けることになったので、おい三女もん、三女もんお前やシャバにおって嘘ばっかりついとった、そながどんな嘘をついたがや、言わねゃダメやぞ。今様のでっかい声に怒られたりゃ、三女もんな、おらあなんもその嘘をどだけついたら覚えやないさかや、エマ様の着物を貸してもらうにはえわれんぞけって言っていたと。そしたらよしよしってエマ様自分の着物を三女もんに貸してやったがいと。そうしたところが三女もんなエマ様になってしもて、エマ様叱られて地獄やられてしもたといいや。そしたらや今地獄の裁判知るもんな、エマ様今様でね、三女もんななっとるがやと。そしたらや、引き砂のしとらっちゃ死んでも、地獄行かんとみんな極楽やってしまわれるがやといや。そんならまた一つ三女もんの話してやろうかな。三女もんさんな、暴露たくさん集めてや、おらとこにや、金のくそくか、まあおるわいや。そうしたところは枕は本当にしても、そこらどこらの枕はみんな寄ってたかって、そしてまあその三女もの持っとる馬をもう競争して、高い値段に、そしてまあ、あの一人がこうて行ったがいそうな。ところが何もはや、金のクソども何もご感謝、この枕を腹立てて、三女もさんお前やんばりしきねえ、まあ売り当ては黙かすがほどあるわいや。何も金のクソどもご考えよ、って言って言ったところが。お前ほんなら何に詳しいぞって言って、馬のこっちゃさか、干し草か、わらか、麦しか食べさへんなよって。そんなのがに、なんだ、金のクソ子どもここはずだ。俺はれ、まあ、金食べさしとったさか、金のクソ子いたがやがよって言ったら、さあ、無理くすいな。バクロは高い値段でこうたと言わず、金のクソも股関節や。弱ったと言いや。きっぴりちょ。